ええ、おかげさんでな。近頃は羅漢さんやお地蔵さんの注文があちこちから来ますけど、あれのエンジン切れもだいぶ収まったようで。それより安子さん、またなんで急に。また病院で輸血したり注射したりしとってでしょうが。せめて雄一を連れて行ってくださらんかの。そうせんと旦那さんや奥さんに申し訳が立たんですけ。ありがたいんですけど、一人でないと。なんでそがな苦労せんにゃいけんのんでしゃ。自分は絶壁ついていきたいのです。それはすごく嬉しいけど、もう一人って決めたけ。それはあまりにも頑固じゃないですか。自分はあなたと一緒にいたいんです。そうしたいのは山々ですけど、それじゃ恵まれすぎて。おじさんおばさんらみんな一生幸せな目に遭うとってないんです。私一人いい目に遭うわけにはいけんのです。ちっと苦労せにゃ。あなたはもう十分に苦労したでしょうが。死ぬような面何度も負うて。雄一さん、わからんの私。教えてつかんさい。本当は私死ぬるんが怖いん。
昭和40年9月、40歳の誕生日に私は遍路の旅に出た。広島も見納めである。四国88箇所を回るうち、どこで倒れるかわからない。だが、おじさんおばさん、それにお大師様も一緒と思えば、そう寂しくもない。というと大した新人ぶりらしいが、それほどのものではない。私は今自由だ。まかんにゃはらみたしんよ、かんじがいごさぎょうじんはんにゃはらみたじしょうけんごうんかいくど最苦役者りし四季不意苦苦不意し四季即是苦苦即是四季十増行四季役不能是者りし是小国不作不所不滅不苦不助不増不減是。昨年暮れ、私はこの老遍路と出会い、托鉢を教えられ同行するようになった22年前、竹やぶで出会った人と同じ人なのだろうか。ボケているようだが、この人には何か強いものを感じる。おい、見てみろ。この老人は言わず語らずのうちに私に全てを捨てることを教えた。私はおじさんが残してくださったものも全て原爆病院に寄付し、愛する人も捨てた。私は今何もなしの身軽さである。ちょっと先に行って休んどって使わさい。はい。
石屋さん、昼飯じゃ。ああ。精が出るの。町人、なんだ気なさらんか。湯かけと草刈りに、沸いたらおろしにしゃいよ。待ち遠しいの。じいさん、わし、女房、子供、殺した。おじいさん、違う。あん時は。あん時。おじいさん。死ぬその日まで私は美しくありたい。たとえ偽りの美しさであっても。すべてを捨てたはずなのに、私はまだ自分を捨てきれないのだろうか。
いかがでした？お土産に買うてください。学校へ持ってってな、先生に見せて。1枚50円。原爆でやられた屋根瓦じゃ。広島観光の記念にいかがでした？被爆者を助ける思って1枚買うてください。1枚50円、50円、最高の記念品じゃ。さあ、買うておくれ。見るだけじゃつまらん、買わんことには。正義の戦争より不正義の平和の方がまだマシじゃけえのう。